皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、ジタンです。今回美術館の特別な気になるものを写真撮ってるのですが、珍しく夜さんが面白い感じになってるので、ぜひご覧ください。また新しいミニゲームを2個プレイしています。母と特訓のミニゲームはアーニェがとても可愛いですし、ボンドのミニゲームはかなり迫力があるので、こちらもぜひご覧ください。それではスパイファミリーオペレーションダイアリー実況プレイパート27やっていきます。本編どうぞ。楽しみですね。みんな青メガネでお揃いですね。美術館でお絵描き。あと地味にボンドが悪魔の角っていうね、なんかちょっと怖そうなスペースの中、怖そうなコスチュームで行きます。やったー、アーニャペンギン三角。ブフブフボンド、これペンギン三角って言ったか、これジェラってるんでしょ。なんかちょっと怖そうな顔して、悪魔の角で怖そうな顔してさ、ちょっとなんか本当に怖いんだけど。ボンド書いてほしいんだ。はい、ということでこんな感じですね。ヨルさんの青いベレー帽かわいいね。あとロイドもちょっとしっかりした感じの格好で、ちょっとロイドこの服装にちょっと青いメガネはなんかちょっと変なちょっとあんまおしゃれさんではないような気がするんだけど、まあいいでしょう。じゃあ美術館行きましょう。はい、2回目の美術館来ました。いやー、なんかこう落ち着いた感じでいいですね。美術館って僕全然行かないんだけど、こんな広いもんなの？皆さん美術館とか行くの好きな方がいたらぜひ教えてください。あとこれボンドってさ、普通に入ってきてもいいもんなの？美術館ってなんか大切な絵とかをさ傷つけちゃわないか心配だよね。ここではあまり大きな声を出すなよ。ちょっとこんな広いからね、ついつい大きい声出したくなるけど。二人ともお利口さんですね。その調子で。お利口さんのアーニャも可愛いね。よし、それじゃあ行くとするか。よし、じゃあ写真撮っていこう。お、なんかみんな同じような場所にいるね。ここに。なんかたまにさ、ユーリとかフィオナとかいるんだけど、今回はいなさそうだね。いないね。じゃあちょっと写真撮っていこう。まずじゃあこのお絵描きセットで写真撮ろうか。さあ、ナンバー2。まずフォーカスを合わせて、アーニャ来たね。なんかどっからか。ああ、アングル見つけた。さあ、周りを見渡して。なんか考えてる。まあ、ちょ、一回写真撮っとくか。忘れ物？あ、この絵の具が忘れ物なんじゃないかってことか。そんなこのなんかをひらめいた顔かわいい。なんだ、え何これ、どういう感情だ、アーニャ。これはでもこれさ、一応アイテムはさ、事前にあの買ったんだよね。事前にショップで買って持ってきてるっていう体なんじゃないのこれって。でも忘れ物っていうタイトルだけど、どういうことなんだろうねこれ。ちょっとなんかよくわからないな。まあちょっともういいでしょう。なんかタイトル的にはこれかな、忘れ物ってなんか考えてるアーニャ。まあこれ多分フォージャー家のものじゃなくて誰かの忘れ物っていうことなのかな。でなんか考えてるのかな。であれかな、なんか父とか母に教えに行こうとしてるのかな、これは。まあなんとなくタイトル的にはこれが合ってるような気するから、これにしましょう。じゃあ最後ここだね。これ何なんだ、おまけ付きお菓子だっけこれ。なんかちょっと美術館っぽくはないアイテムだよねこれって。ナンバー3。さあ食べてるね。美術館まで来てお菓子をもぐもぐ食べているアーニャ。ちょっとズームにするか。なんだ、いやこれさ、ちょっとこれなんかメガネしない方が良かったかな。なんかさ、メガネしてるとさ、なんか本当に白目見たくなっちゃってたよね今。こことか。はい、よし、この食べてる瞬間可愛いね。お菓子の、あでもお菓子のおまけだから、多分なんか最後おまけらしきものを持って、この瞬間これなんかちょっとアーニャ白目
目、黒目がないように見えちゃうからちょっと微妙だよね、これ。お菓子のおまけ戻したね。もう一回撮ろうかな。どうしよう、これどこ撮ろう。普通にお菓子食べてるとこにするか。パクッと。まあ普通に無難にこれが可愛いかな、食べてるのが。これしかしなんかボンドどこ見てるんだこれ。ボンドが椅子の下の隙間を見てるよね、ずっと。なんかじーっと、なんか小銭でも落ちてたのかな。ボンドずっとなんか下見てる。はい、まあもういいでしょう。まあお菓子食べてるとこにしようかな。あ、こっちの方がいいかな。こっちにしよう。ボンドがすごい下を見てる。これどこ見てんだろう、ボンド。ほんと、はい。お、どここれ。ああ、あの首ちょんぱ体ちょんぱあたりの奥の方だね。だいぶ特別な気になるものの解放条件を満たしました。特別な気になるものを見てみましょう。あそこだね。はい、じゃあここで特別な気になるもの写真撮っていきましょう。ナンバー1。お、全員いる感じだね、これは。まずフォーカス、フォーカス、フォーカス。あ、フォーカスない。フォーカスはない。ちょっと待って。こうか。オッケーオッケーオッケー。さあ、今ここアングルいい感じだけど。なんか、あの、首チョンパを指さしてるね。なんこれ。どういう、お、え？おー、ヨルさんがポージングしてる。ヨルさんがポージングして、あ、なんかちょっと恥ずかしがってるヨルさんって感じだね。母、彫刻になる。あー、そういうタイトルなのね。なるほど、なるほど。え、母、彫刻になるっていうタイトルだったら、やっぱあれだよね。ヨルスンがこう、ポージング、ポーズ撮ってるところがいいんじゃない？写真撮るなら。いやー、でもちょっとこれ、ロイドとボンドをいい感じに入れるのがむずいな。この辺の角度で撮る？あ、この辺の角度で撮ってみようか。ちょっとロイドがギリギリすぎるな。はい。ヨルさんが彫刻になって、このアーニャが真剣になんか見てるんだよね。母彫刻っぽくないなーみたいな感じで見てるのかな。あ、でもすごいおーってなってる。このさ、あ、タイミングないんか、ここ。あのロイドとボンドがこっちを見た瞬間にパッてなるヨルさん、いいね。で喜ぶアーニャ。この写真いいけどな。まあ、ここもいいんだけどね、なんか。この瞬間もまあいいんだけど、やっぱりちょっとポージングしてるとこだよね。まあもういいかな。これね。これか、これ。これさ、星はないんだけど、なんかこっちの方がいいかな。ポージング取りつつ、ロイドとボンドが振り向いて、なんか焦るヨルさん。で、喜んでるアーニャ。なんかこっちの方がいい写真な気するから、これ登録しよう。母、彫刻になる。いや、いいんじゃない？いい写真じゃない？これ。このなんか、ヨルさんの表情とかがいいんじゃないでしょうか。アーニャも喜んでるしね。まぁ、ちょっとロイドとね、ボンドが後ろ向きなのがね、残念なんだけど。まぁ、これでいいでしょう。はい、登録完了。そろそろ帰りましょうか。もうそんな時間ですか。楽しいとあっという間ですね。彫刻になりきるの楽しかったのかな、ヨルさんは。ボンドのさ、この悪魔の角いいね、なんか。ボンドの悪魔の角面白い。よし、じゃあ帰りましょうか。今日のお出かけ楽しかった。はい、帰ってきました。さあ、今度は新しい場所が出るよ。なんだっけ、ホテルかな、ホテルだと思う、多分。お、さあ 70% を超えて、お、なんか一気に進んだね、 75%。 さあ4分の3が終わりました。あと4分の1。いやー、ほんと終わりが近づいてきたね。さてと、ホテルかな。はい、出たー、ホテル。ホテルへお出かけできる。ホテルにお出かけってなんか面白いよね。ホテルに泊まりに行くっていうわけじゃないのかな、日帰りで行くのかな。これなんだ、アイテムすごいな。グランドピアノと風船と、なんだろう、あれ一番右なんだ、一番右ちょっとわからない、こっからじゃ。まあホテルでしょうね。いや、いいね。なんか
高級ホテルとかに行きたいわ。次のお出かけのホテルはペットも一緒に行けるらしいぞ。まあそりゃあね、ホテル行くって言ってボンド置いてけぼりはかわいそうだからね。めちゃめちゃ喜んでる。あ、ボンドにミッション与えてみよう。よし、ボンド、ミッションを与える。お、なんか嬉しそうだな、ボンド。準備をするので自分がサボりたいだけじゃないのか、それは。楽しそうですね。多分あのホテル行けるようになったから新しいミニゲーム出るんじゃないかな。お、出た、母と特訓。おっと、なんだこれ、ボンドに乗ってチェイス。あ、これあれだよね、原作にもあったよね、あの悪者に追いかけられるシーンだよね、きっとボンドに乗って。まあでもちょっと上からやっていこうか。母と特訓やっていこうか。これあの このさこの画像を見る限りだと、この下のさ、ピーナッツ2体がなんか気になるね。あのピーナッツ何？なんか腕生えてるけど、あのピーナッツ。面白そうだね。母と特訓やっていこう。まずはここからピーナッツコース。夜のお手本がシンプルなものばかりのコース。あ、夜さんがお手本を示して、あの、アーニャがそれを真似るっていうミニゲームなのかな？で、そのお手本がシンプルなんだ、すごい。じゃあ、ピーナッツコースやってみよう。じゃあ早速特訓です。お、せいって言ってる。やりますよ。頑張ります。はい、じゃあルール説明ですね。母と特訓、Y でパンチ、 A でキック、 B でジャンプ、 R でガード。ガード、攻撃されるの誰かに。まあお手本通りにパンチやキックを出していく特訓ゲームと。ちょっとこれなんか難しそう。これもなんかリズムゲームみたいな感じなのかな。夜のお手本を覚えて、お手本通りにアクションすることでスコアが獲得できます。ああ、最初に、あれか、覚えておいてその真似をするってことなのかな。正確なタイミングでアクションが成功すると、エレガント評価になり、獲得スコアが増えます。ああ、なんだろうこれ、リズムゲーか、やっぱり。訓練の最後に、スーパー特訓タイム。このさ、スーパー特訓タイムがひらがななの、かわいいよね。で、連打するほど。ああ、連打はこれ、どのボタンでもいいのかな。このさ、下のピーナッツたちなんだこれ面白いな。で、失敗するとやる気が減少し、やる気がなくなってしまうと、得点終わりになる、特訓は終わりになりますという。失敗したらやる気がなくなって、やる気がなくなるから特訓終了なんだね。面白いな、その理由。なんか終了する理由が面白いな。さあやっていこう。あ、リズムに乗ってる夜さん。夜さんのリズムが面白い。さあ行こう。さあやる気満点。さあ行くよ。まず見ればいいんだよね。ジャンプ、キック、はい。あ、なるほど。ジャンプ、ジャンプ、キック。キック、ジャンプ、キック、はい。キック、ジャンプ、キック。あ、これかわいい。キック、ジャンプ、キック。あ、これかわいい。ジャンプ、キック、ジャンプ。キック、キック、キック、ジャンプ。キック、キック、ジャンプ。キック、キック、ジャンプ。かわいい、これ。めっちゃかわいいんだけど、これ。アーニャが可愛すぎる。あ、やる気が戻った。ジャンプ、ジャンプ、キック、キック、ジャンプ、はい、キック、かわいい。キック、キック、ジャンプ。これ楽しいし、めっちゃかわいいな。ヨルさんもアーニャもめっちゃかわいい。ジャンプ、キック、はい、ジャンプ、あ、危ない危ない危ない。これちょっとリズムが遅れるの、遅いのがちょっとやりづらい、逆に。パンチないね、全然。さあ、レベルアップ。ジャンプ、キック、キック、ジャンプ。あ、むずい。かわいい。いや、めっちゃかわいいな、これ。ジャンプ、はい。キック、キック、ジャンプ、ジャンプ、はい。キック、キック、ジャンプ。めっちゃ面白いんだけど、これゲーム。キック、キック、ジャンプ、ジャンプ、はい、キック、キック、ジャンプ。あー、もうラストか。なんかもっとやりたいな。キック、ジャンプ、はい、キック、キック、ジャンプ、キック、ジャンプ、キック、はい、キック、ジャンプ、キック、キック、ジャンプ、ジャンプ、はい、キック、ジャンプ、ジャンプ。楽しいんだけど、このゲーム。キック、キック、ジャンプ、はっ、バシッ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 。いや、かわいい。バシッバシッ、はい、バシッバシッ、
めっちゃ可愛いんだけど。このミニゲームめっちゃ楽しい。アーニャまだ頑張る。ああ、そっかそっか、あったね、そういえばそんなの。これ、とりあえず何でもいいのかな、連打で。ほら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 。すごい、連打してる。アーニャ100列拳。このミニゲームめちゃくちゃ楽しい。めっちゃ可愛いし、アーニャ。チョアースってなんだ。あ、そういえばボンドもいたのか。このゲームめちゃくちゃ楽しいし、めっちゃ可愛い。あの掛け声がめちゃめちゃ可愛いよね。ジャンプキックジャンプって。なんで、嘘、なんで、なんで C なの。結構ちゃんとできてた気でいたわ。C なんだ。エレガントが足りなかったのかな。あ、あれクリアしてるね。お、なんで C なんだ。これ S 表、S ランクどうやったら取れるんだろう。一回ミスっちゃったのがダメだったのかな。いやー、このゲーム楽しいね。いや、あのミニゲームマジ永遠できるな。母と特訓。めちゃめちゃ楽しいわ。さあ、じゃあもう一回ミニゲームね、できるから、この、ボンドに乗ってチェイスやってみようか。ピーナッツコースがスタンダードなコースですね。まあ、なんか、あれだね。悪いものから多分逃げるんだろうけど、障害物とかが少ないコースってことなのかな。またピーナッツコースやっていきましょう。お、スピピーだ。これもう一個。わわ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 、すげえすげえ。さあ、ボンドがまた走ってるね。ピーナッツを集めながらゴールを目指すんだ。はいはいはい。B でジャンプで、B で踏ん、あ、長押しで高くジャンプできるのかな。で、Y でタックルと。攻撃とトラップを避け、ピーナッツを集めながらゴールを目指すゲーム。はいはいはい。移動とタックル。ボンドは前後左右に移動できるほか、小さい箱なら壊すことができるタックルができます。B でジャンプ、踏ん張りジャンプ。ジャンプすることができ、ボタンを長押しすることで少しの間対空することができます。ボンド対空できるってすごいね。で、あとこれ、道のど真ん中にさ、こんな大穴開くことある？やばくないこれ。何があった？隕石降ってきてるよねこれ、完全に。早くちょっと直さないと、この道路。通行止めにしないとダメでしょこれ。ミスをしてもクリスタルピーナッツを消費して復活することができます。クリスタルピーナッツってなんだそれ。ピーナッツどんだけ種類あるんだ。さあ、ピーナッツを一定以上取ってクリアで、235って。235個ピーナッツ取るのこれ。1ピーナッツ5点とかかな。あ、一応、あれだね。3回までやられることができるというか。はいはい。はいはい。あ、ちょ、むずい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 。意外とむずい。あっと、いや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 。これむずいな。穴急に出てくるからむずいな、これ。なんだ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 。え？なにこれ？ちょ、これさ、穴怖いから。穴怖いから結構こう、後ろから行った方がいいんじゃない？こうやったらクリスタルピーナッツだ。あー、かっけえ。あ、ペンギンさん。あ、キメラ長官もいる。ちょ、このコーナリングかっこいいね、ボンド。ジャーンプ。ちょ、対空が思ったより長い。あ、やべえ、悪者出てきた。悪者出てきた。これどうするの？避けないとダメだよね、これ。あぶね、避けろ。あぶね、あぶね、あぶね。あははは、転んでる。悪者転んでる。クリスタルピーナッツゲット。このコーナリングかっけえな、ボンド。あーにゃ、しがみついてんのかわいい。お、なんか道の色が変わった。あ、ちょっと全然あのピーナッツ取れてない気がするから、しっかり取っていこう。これ、どうしようかな。やばい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 。ピーナッツ回収して。あ、すごいでかい障害物あるな。やばい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 、何それ何それ。ちょっとこの、そう、あ、やばい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 。スターライトアーニャになれ。このさ、小娘と犬一匹に対して爆弾投げてくるってどんな悪者さ、それ。そんなことある。で、このさ、しがみついてるアーニャ可愛くないこれ。あ、やばいやばい、振り落とされる、危ない危ない。ペンギンとキメラ長官何回出てくるんだ。
はいはい、ピーナッツしっかり取っていくよ。うわ、また出てきた。ちょ、だからさ、やめて、その爆弾。あれ、おかしいだろ、それ爆弾って。危ない。今、ギリギリ。危ない、危ない、危ない、危ない。あー、おー。これでもさ、クリスタル定期的になっといた方が強くない？さあ、まだこれ、スコア的には半分ぐらいだな。あ、でももうラストだ。やばい。ピーナッツ全然足りてない気がする。ピーナッツいっぱい回収。ピーナッツ、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 ピーナッツラッシュ。ここ、ボーナスステージだ、ここ。よし。よし、よいしょ。あれれれれ。でも、クリスタルピーナッツ取れば、いっぱいピーナッツ取れるから、帰っていいみたいなことない？やべやべやべ。敵出てきた。やべ。ねえ、ちょっと。ちょ、頑張って頑張って、いっぱいピーナッツ取って、いっぱいピーナッツ取れ。やばいやばい、怖い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 。ちょ、ボーム、あ、やばい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 、クリスタルピーナッツなくなった。ちょ、まだゴールまだですか？ゴールまだ？ゴールまだ？ちょ、やばい、これもう避けるのを第一にしないとゲームクリアできない。やばいやばいやばい、ボーム来る、ボーム来る、ボーム来る、危ない危ない危ない。あ、ギリギリ、あぶねえ、4点だけ4点だけ上回ったスコアを。でもこれはさすがに S ではない。いや、ボンドめっちゃ疲れてる。危ない。なんとか副鼻危険ラインクリアした。いや、このミニゲームは難しいね。しかし、おい、これは S なの？散々やられた気したけど。やったね、福引券ゲット。いや、新しく解放されたミニゲーム、どっちも面白かったね。なかなか、ちょっとこれからペンギンコースとキメラコース出して、それをプレイするのがまた楽しみだね。よし、じゃあミニゲームが終わって、本日の動画はここまでにしようかと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。次のお出かけがあと3日で、次がホテルだね。その次のホテルのお出かけが楽しみですね。それではここまで動画を見てくださってありがとうございました。また次の動画も見てください。バイバーイ。